ああ、石田三成の家紋のマークだ、すげえ。これこっち。車を止める場所がわかりません。全然戦いの場所じゃねえんだけど。え、本当にここ？この辺りが、要はその石田三成っていうその片方の軍隊の大将が陣を構えてた場所っていうあれだから、当たり前じゃん、超短期で着いた。なんていうの、あのもうちょっと向こうじゃねえのこれ。あれかあれか、あの旗からあれか、わからん。ここにはそんな塊ねえぞ。塊もうちょっと向こうしか感じしんだ俺に。ああ、じゃあちょっと車であっちの方に移動します。この辺だな、この辺が塊がおるな。おお、塊ってなんだ。人間の塊。とりあえず降ります。下見なのか本撮影なのか分かんない時間帯になったら、うん、すげえ中途半端なとりあえず全体マップ見てこよう。現在地、あ、だいぶ上の方なんだね。現在地広すぎるな。すげえな、東堂高虎だとかさ、本田忠勝だとかさ、徳川家康だとかさ、なんていうかゲームとかの中でしか見たことない名前が、なんていうの、こういう実物のものに書いてあるっていうのがすげえわ。なんか妙な感動。今いるのが石田三成の陣が一番近いと。うん。まあそこ行くのが順当なのかな。電気消して、目閉じて。待って。よく見てて。今暗視カメラにしたのやって。うん。ほら。ほら。虫じゃねえもんが動いてるやろ。虫が早いやろ、動きが。こんなポコポコ映るものこれ見て、ほらほら、どう、あれが動いとるオーブなんやって。俺がいつも見えとるのが哀愁な感じ。ああ、うん、それがこの辺割とうじゃうじゃしてると。だから河川上だけのことあると。ここ、そうだね、侍か侍じゃないか分からんけど、うんうんうん、霊を呼び込む力いっぱい持っとるね、ここ。ああ、うん、ここは片方の大将は徳川家康なんですよ。で、そのこっち側、その石田三成っていうのが、要は豊臣秀吉の部下の人、徳川家康っていう戦いで、そのなんていうの、跡目争いをやった場所。うん、姉川よりかすげえ人なんだな、戦い人数が。日本一の町な軍隊ですからね、うん、がなんていうの、二分裂して争ってる。すげえな。そっか、そんななんか短いスパンで終わったからそんな期待しなかったんだけど、そうなのか。だ、違うよって。確かによ、こっちはこっちなんよ。こっちはわかるの。うん、こっちに多分、こっち側に多分その旗立ってるあたり、はい、からここら辺までに総勢どうだろう、 100人近いもの感じるんだって、こっちに。で、こっちはもう多分よ、ものすごいすごい声なんやで。うん、すげえ軍隊なんやで。まとまってこうやってブワーっていう、なんちゅうん、俺らの声が多分聞こえんぐらいのすごい声なんや。こっちはすごいぞ、ものすげえ。なんていうかさ、
今さ、そこのあなたのちょうど後ろにあるその、なんていうの、全体マップみたいなやつあるじゃないですか、看板。あれに書いてあることをピタリと言い当てるの、ほんとすごいよね。当たっとるの、俺。すげえ感じるのは早急だもん。すげえぞ、ここ。要は、この山、山山っていうか、前は山やったんやけど。段々になってるところが、石田三成が、その、なんていうの、なんていうの、陣構えてたところ。で、さらにこっち側、が、その合戦やってて、向こうに徳川家康がいるっていう状況だから。でもこれ、もうちょっと、ほんとだいぶ向こうだぞ。だいぶ向こうっていうか、信号5、6個先分ぐらいはあると思う。ある、うん、そっちまで行きます。だけど、なんでこんな方から構えてあんな遠くまで見えるんかな。見えたんかな。見えたっていうか、あの、めっちゃ人数多い戦いだから。すげえ多い、ここね、本当にものすげえぞ。ここはね、なんかいいな、分かるの、本当羨ましいな。あのね、姉川と違って、甲冑をかぶった人がいっぺんおるのよ、ここ。ああ。いろんな甲冑、すげえかっこいいやつ。なんか、人一人、うんうん、全く違う甲冑がすげえおるのよ、ここに。だから、ああいうその、織田家とかそういう、なんていうの、それぞれの名家、こんなに馬っておったの、うん、馬、俺思うんだけどさ、時代劇の馬しか見たことないけど、すげえダッセー馬だぞ。ダサ、あんなサラブレッドみたいな馬じゃねえぞ。あの、競馬でやってるようなガチな馬じゃなく、あの、もっと、なんていうの、ポニーみたいな小さい馬そうが、はい、主流なので、当時。あ、今初めて知った俺。あ、こんな馬なんだ。嘘だろ、馬見えてんの。馬いっぱい死んでくんだね。まあ、そりゃ、なんていうの、その、まずは馬から引きずり下ろさないと、戦の標高としての高いところのが有利っていうのがあるから。いや、俺、あの、暴れん坊将軍みたいに、あ、白い馬が、白い馬とかさ、茶色い綺麗な馬なんだと思ってた俺。すげえな、この辺ぐらいまでさ、なんか人がおるへんって。ここに盾があるよ、このなんか木で作った変な、あの柵みたいなやつ、その前に弓矢隊みたいなところ、この辺に。大体この辺ぐらいかな、この辺。この辺にさ、なんちゅうの、こうやって後ろでこうやって持ってる人と、こうやって持ってる人がこうやって取る。虫がすごいって。っていうかさ、早く撃てんのやな。そりゃあ、なんていうので飛ばねえんだな、あんまり。俺すげえ飛ぶよう持っとった。あの、アニメとかそんなやるようなやつ、時代劇見とるとあんな風やと思っとった。違うんだな。言うて、あの、本当に、あの、弓道とかであるような距離しかな、飛ばないっていうのが、ものの限界ですから。やりたいがすげえおるんだね、槍が。まあ、なんていうの、第一の特攻隊みたいな感じのね。それもあんなかっこいい槍じゃないんだな。なんかショック、俺、ここへ来て。なんか、俺、暴れん坊。いいもん見えてんな。暴れん坊将軍見すぎだろ、俺。あ、そうなんだな。もうなんか、なんちゅうの、刀を割れたよな、やつ火つめて突っ込んで、そういう槍とかの。石器時代じゃないか。いだって、そんな風しか見えんもん。それ確かに立派なやつもおるぞ、こういうなんか、でかい、重たそうな槍。お、すげえな、ここ。この弓持ってる人たちの、シーンが強い、ここ。へぇ、すげえな、ここ。めちゃくちゃすげえよ。こっちより向こう行きたい、俺。向こうの陣の方。ああ、なんていうの、勝手に向こうの方がすごいぞ。だって、あの、要は地図見ても、もうちょっと向こうの方が合戦地ってあるから。違う、向こうの人間の方が多くね。だから、両軍が戦ってるところが、それは人は多いわけで。あ、そういうことか。だって、ここら辺はそれこそ、なんていうの、遠巻きに見てる大将たちしかいないわけだから。いや、と思うやろ。俺から見るとみんな敵に見えるぞ、こんなもん。これなんで区別するんだろう。旗持っとる人たちは確かにおるんやて。だけど俺、区別できんぞ、こんな敵味方は。こんなぐちゃぐちゃだったら。でも、ある程度そういうなんか鎧に家紋入ってたりだとか、そういうなんていうの、区別できるようにはしてあると思う。鎧つけてねえやつは。
要はなんかあの剣道のここだけついとるやつだけどああやつらどうするんだろう色かな例えばそういうなんか要は赤色のバンダナうちの軍巻いといてなみたいなそういうことをやっといたらあれ、うん、ある程度目星にはなる。あ、そっか、そういうことか。そういう、あ、そうやな、赤、赤色と朱色っていうかあ、すげえな、ここ騒がしいとこだ。騒がしいとこだ、うん、その感じのせいか違う幽霊も来てるんだね。ボール、その当時とは関係ない方々も関係ないやつも呼び寄せとるよね、ここに。まあ、おー、関係ない方々ってさ、現地当時の幽霊さんたちとお話できるの？ああ、そういうことはないな。面白いな、これ新しいアイテム向こう行ってみる一回。あの車もうるさそうやし。行ってみましょうか。行ってみよう。何もやましいことしないんだけどな。なんかいっぱい見ると面白い。